今日はキリボシダイコンを戻しているのでキリボシダイコンパーティーです。えー、のだめ気合で料理しますこの前のリベンジ今日はターニアもフランクもいないよ。二人でフランクの実家へ行っちゃって。えだからじゃあ今夜は二人でパーティーですね。シッシはいおじい ピザ・マルガリータとトマトのパスタここは安くて多くて美味しいからたまにみんなで来るよお金があるときねお金あんまりないですよえ2.5ユーロ足りますか足りないけど僕カード持ってるからいただきます明日ちゃんと払ってよむきゃ ごちそうさまでした三分の二は君が食べたんだから三分の二は君が払ってよギャあれない財布がないえもしかして地下鉄ですられたどうしようどうしたらいい仕方ないここは店の人に事情を話して明日改めて皆さんすいませんお金を貸してくれませんか お金なくしちゃったんです。でも食べちゃったんです。<ー>無線飲食お金なくしたのかかわいそうに。お嬢ちゃん、音大生かじゃあ、あのピアノで一曲弾いてよ。うまく弾けたらおごってあげるよ。今日は俺の誕生日なんだ。おいいね。頑張れ、お嬢ちゃん。<music> うちの店でそんなつまらん曲弾くな。場をわきまえろこのタコ娘。サーカスならよそでやれ。まあまあロレンツィーいいからいいから。結構面白かったよ。ふん。おいこの曲は弾けるかタコ娘。私が口直しに歌ってあげよう。出た。オペラ親父。自分が歌いたかっただけだろう。歌えたえ。あれ伴奏。 なぜ弾けない見たことも聞いたこともナッシング楽譜を見ればいいだろうそれでも音大成か釜で焼くぞ<ー>あの僕初見は得意なので僕が弾きますブラボーブラボ素敵ブラボー,素敵ブラボー 今日はおごってやるからまたピアノ弾きに来いよ。任せろやったよ、のだめのだめどうしたなぜ元気ないまた彼氏が浮気か。早く別れた方がいいよ。ふん。あっちやき私もう少し人生について考えたいから、あと1か月やるピク。